摂津の国には宮内庁が慶泰天皇陵に寄贈する太田茶臼山古墳と、近年の発掘調査成果によって真の慶泰大王墓ではないかと注目される今城塚古墳があります。今回は今城塚古墳を紹介します。今城塚古墳は大阪府高槻市にある全長186メートルの前方後円墳です。現在は高槻市の調査と整備によって非常にきれいになっていますが、整備前はかなり荒れた状態でした。それでも二重の縦型集合はそれなりに残されており、堀を含めた全長は350メートルに及びます。古墳は戦国時代に城が築かれた際大幅に改変を受けているようです。それが古墳の名称の由来となっています。さらに地震や開墾などによって相当大きく崩れており、墳丘で元の状態をとどめているところはほとんどありません。復元される墳丘は後円部径91メートル、前方部幅158メートル、前方部2段、後円部は3段築成と考えられ、くびれ部の両側に作り出しを設け、斜面全面に吹石が吹かれています。また周庭帯の北側中央には今城塚古墳の特徴である埴輪祭祀場が設けられていました。今城塚古墳には横穴式石室があったと考えられていますが、現在は全く残っていません。おそらく築城の際に完全に破壊されたのではないでしょうか。現状では2段目までの高さしかありませんが、石室分を加味して後円部は3段目が想定されています。古墳の北側から見た前景です。手前に見えるのが周庭帯に設けられた埴輪祭祀場です。古墳の北側です。本来は内堀も全域で耐水していましたが、復元整備では芝生広場として整備されています。墳丘の裾部のみ吹石が再現されています。後円部の様子です。後円部の現況の高さは約11メートルで石室が見られません。おそらく現在は残っていない3段目に構築されていたのでしょう。これだけの規模の古墳で石室が完全に消滅してしまった古墳も珍しいのではないでしょうか。前方部の前面です。ここは耐水した状態で復元されています。前方部外側に復元整備された外堀です。幅は約20メートルで耐水していなかったようです。内堀の外周にはこのように円筒埴輪がびっしりと並んでいます。特徴的なのは後円部のほとんどの埴輪に図のような日本マストの船の絵が描かれていることです。水運を重視していることを表しているのでしょうか。古墳北側の内堀の中から墳丘を見渡しました。ここから墳丘に登ることができます。前方部南西隅付近から見た前方部です。後円部北側の1段目のテラスから2段目の盛り土部分を見渡しました。この辺りが現況の最高所です。発掘調査では様々なことが判明しましたが、特に石室の下に石積みの基礎が作られていたことは特筆すべきことではないでしょうか。これは他にほとんど例がなく石室基盤工と名付けられました。石室の地盤を補強する意味があったようです。1596年の伏見地震によって大きく滑り落ちていましたが、東西 17.7 メートル、南北は 11.2 メートル以上の規模だったようです。石棺は残っていませんでしたが、丹念な発掘調査によって棺材は3種類あり、3つの石棺があったことが突き止められました。兵庫県産の龍山石、奈良、大阪県境にまたがる二条山産の凝灰岩、熊本県産の阿蘇ピンク石です。これをもとに石棺が復元され博物館に展示されています。慶泰大王のほかに誰が埋葬されていたのでしょうか。博物館では阿蘇ピンク石の石棺内に慶泰大王埋葬の様子が復元されていました。慶泰大王の出自については
多くの謎があります。日本書紀によれば、彼は応神天皇の五世孫である彦丑之大君の子として近江の国高島御代の別邸で生まれ、父の死後は母栗姫の聖地越前で育てられたとされています。継体大王は河内の国楠葉の宮で即位し、その後山城の国津月の宮、乙国の宮と移った後、ようやく大和の岩れ玉穂の宮に移ったとされています。また日本書紀によると、継体大王には仁建天皇の娘田白賀の皇女の他に8人の妃がいたとされ、妃を輩出した氏族は尾張から近江、河内、大和にまたがっています。このように継体大王の権力を支える勢力は尾張から近江、淀川流域の諸勢力と考えられています。大和姫と和歌子姫の2人の妃を輩出した三好は滋賀県高島市一帯を支配した氏族で、琵琶湖からほど近い中石地上に築かれた加茂稲荷山古墳は6世紀前半の築造と考えられています。1902年の道路改修工事の際に発見された古墳は、現在は墳丘が完全に失われていますが、墳丘長約60メートル前後の前方後円墳であったと考えられています。現地には二条山産凝灰岩の家型石棺が保存されています。石棺内からは金銅製の冠など継体大王を支えた氏族の古墳に共通した副葬品が出土しています。これらのことから、加茂稲荷山古墳は継体大王を支えた三好の主張の墓と考えられています。また安閑、千家の二人の巫女を設けた猫姫の父は尾張の村寺草加で、全長160メートル、愛知県最大の前方後円墳である蘭浦山古墳の被葬者との説もあります。この時期の尾張の国最大の実力者の墓にふさわしいものです。このような淀川水系を中心とした諸勢力に衰退された継体大王の神陵今城塚古墳と、それに先行して築造された太田茶臼山古墳との関係はどのようなものだったのでしょうか。今後の研究の進展が期待されます。次回は今城塚古墳最大の特徴である埴輪祭祀場を紹介します。